みんなこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。いつもはこのまま私が実験を披露するのですが、今回はみんなも一緒にできるステイホーム企画をしたいと思います。その名もみんなでやろうバターシェイクチャレンジ。みんなのバターシェイク実験の動画や画像を大募集するよ。送ってくれた動画や画像はなんとこの YouTube チャンネルミキラボキッズでご紹介しちゃいます。ノリノリのダンスの動画やできたバターで作ったお料理の写真などみんな送ってね。それではここからはバターシェイク実験のやり方を説明するよ。まずはペットボトルに生クリームを入れます。ペットボトルは作った後にハサミで切りやすいイロハスのペットボトルがおすすめです。そして生クリームは高梨の動物性 47%、 これがおすすめです。それでは入れていくよ。今こんな感じでサラサラした液体の状態です。さあ見えるかな。これで蓋をします。そしてこれを振るだけでなんとタンパク質の膜が剥がれて中の脂肪が固まることでさっきのサラサラの生クリームから固まってバターができるんです。ただこれたくさん振らないといけないのでお家にいて固まった体をダンスで動かしながら振りましょう。音楽はミキラボキッズのオリジナルソングを使ってね。振り付けもできる子はぜひ真似してみてね。それではミュージックスタート。振るとですね、このようにペットボトルの透明なこういう隙間がボコボコとできたら OK です。さあじゃあこれで本当にできたのか見ていきましょう。ペットボトルをハサミで切っていきます。手を切らないように気をつけて切ってください。さあこの
のようにしてジョキジョキジョキっと一周切っていきます。はい、こんな感じですね。さあ、なんとそうすると中がこのように固まっているんです。実際取り出してみましょう。じゃーん。さあ、このようにたくさんのバターを作ることができました。さあ、じゃあこのバターをホットケーキや食パンに塗って食べるとお家でも乳製品を取ることができるので、ぜひ美味しく食べてみてください。それではいただきます。これ本当に美味しい。フレッシュな味がしてとっても美味しいので、みんな美味しく食べてみてください。募集期限は2020年5月の6日、送り先は概要欄にあります。みんなもお家で体を動かしながら楽しく実験してみてね。みんなのご応募お待ちしてます。